トンスラトンスラとは、髪の毛を剃ること。剃髪とも訳される。キリスト教、仏教、ヒンドゥー教などで見られる。日本語では、カトリックの剃髪の髪型のみを指すことも多い。日本語では、トンスラあるいは、トンスーラと呼ばれる。カトリック教会の修道士の髪型として知られ、鉢負けをしたような形に頭髪を残し、それ以外の頭頂部及び側頭部から、 後頭部にかけて恐るこの髪型の由来は定かではないが、13世紀のイタリア大司教やコブスでオラギネは、著書、黄金伝説の中で、トンスラの始まりはペテロがアンティオケイアで説教中に、キリストの生命を侮辱する人々に頭頂部の髪を切り落とされた孤児に由来する、という説を述べている。また、卓形となったイエスキリストが十字架上で頭に、 かぶせられていたとされる、茨の冠を模しているとも言われる。挑発が男性の象徴とされていた中世初期に、トンスラは属性と決別した聖職者のアイデンティティの一部として普及していた。6世紀の聖職者ベがベネラビリスは、教会史の中でトンスラの意味について、トンスラにすることが、俗人身分から聖職者身分への移行の象徴であり、 生族を明確に分ける印であると述べている。当初は自発的に行われていたトンスラは、13世紀以降には全聖職者に強制される髪型となった。第バチカン公会議頃からこの習慣は、廃れ始め、1972年には公式に廃止された。修道士のトンスラとは異なるが、かつて司祭になる際には、後ろ髪を2から3センチメートル程度ハサミで丸く、 刈り取ることも除海の儀式として言っていた。なお、日本ではフランシスコ・ザビエルを描いたとされる聖フランシスコ・ザビエル像に見られる髪型が有名であるが、これはザビエル没後80年頃に日本人絵師が想像で描いたものと言われている。しかし、構図などがヒエロニムス・ビーリックスの同伴が聖フランシスコ・ザビエルに告示していることから、 これを参考に描いたのではないかという考察もある。本来のトンスラとは違って頭頂部のみを剃発している。また、ザビエルが属していたイエズス会ではトンスラの習慣がなかったため、彼の髪型はトンスラではなかったという説もある。正教会の修道士には頭髪を剃る習慣はなく、むしろ髪を伸ばす習慣がある。ありがとうございます。